はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース鈴滝です。今回は男性が果てた瞬間って女性は中でわかるのっていう質問に答えようと思います。これは結論、飛行スピードによるこれって一言で言うと勢いなのね。例えば水鉄砲をめっちゃ強い力で噴射された時って人って絶対に気づくけど、例えば背中からさ、ちょろちょろちょろってさ、こう少量の水をさずっと流され続けると、あれなんか後ろ濡れてるみたいな感じでさ、後で気づくことってあるやん。なんかそういう感覚に似てる気がする。逆に男性はこう自分が今日は勢いいいなとか、今日はちょっと悪いなっていう日って分かったりするのかな。いや、どうですか、これ普通に私知りたいかも。その女性のこの外側はさ結構敏感だったりするけど、その中ってさ感覚的にやっぱ鈍感になってる時もあるわけで、そういう時だとやっぱ気づかなかったりとか、あとはちゃんと発射するって言わない人、あれはマジで何なのなんかこうこっちもさ、せっかく発射するんだったら分かりたいやっぱ気持ちもあるわけだから、あの無言発射じゃなくてちゃんとこう言ってほしいなっていうのはあるよね。女側としてもやっぱこうそれに向けてボルテージというかテンションを上げていってるわけ。なんかこう、あ、もうそろそろゴールかなみたいな、こうなんかゴールが見えないことってさ、こうどこでこうテンションをマックスに持っていったらいいのかとか分かんなかったりするやん。だからこうそれをちゃんとこう示すためにもやっぱこう動きとか言葉とか声とか、やっぱそういうのをさかける必要があると思うよね。だからこうただただ無言でさ何の言葉もなく終わっちゃっただったらさ、このテンションどこに持っていけばいいのみたいな、不完全燃焼になるわけですよ。なのでこれはちゃんとこう飛行スピードがあって、女性もわかるだろうって思うんじゃなくて、やっぱりね、そこがあるのとないのとではやっぱ満足感っていうのも変わってくるので、発射するときはちゃんと言うっていうのはマジでやってほしい。なので、結論、分かる場合と分からん場合があるっていうのと、ちゃんと口に出して言ってねっていう、この2つを今回の動画では伝えたかったことです。で、今回はそんな皆さんの質問に答えたんですが、他に質問があればコメント欄や DM でお待ちしてます。で、今回の動画が少しでもいいなと思ってくださった方は、下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、Twitter、Instagram も更新しているので、下の概要欄からチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。